三国志一桃園の誓い吉川英治。桃園の巻黄巾族一。五冠の建寧元年の頃、今から約1780年ほど前のことである。一人の旅人があった。腰に一軒を履いているほか、身なりは至ってみすぼらしいが、眉は秀で、口は赤く、とりわけ聡明そうな瞳や豊かな頬をしていて、常にどこかに微笑を含み、総じて癒しげな様子がなかった。年の頃は24、5、草むらの中にぽつねんと座って膝を抱え込んでいた。悠久と水は行く。微風は爽やかに瓶を撫でる。涼秋の8月だ。そしてそこは黄河のほとりの大土層の低い霧岸であった。おーい！誰か川で呼んだ。そこの若い者、何を見ているんだい。いくら待っていても、そこは渡し船の着くところじゃないぞ。小さな漁船から漁師が言うのだった。青年はえくぼを送って、ありがとうと少し頭を下げた。漁船は下流へ流れ去ったけれど、青年は同じところに同じ姿をしていた。膝を抱えて座ったまま、遠心的な目を動かさなかった。おい、おい、旅の者。今度は後ろを通った人間が呼びかけた。金村の百姓であろう。一人は鳥の足を掴んで下げ、一人は農具を担いでいた。そんなところで今朝から何を待っているんだね。この頃は黄巾族とかいう悪党が立ち回るからな、役人衆に怪しまれるぞよ。青年は振り返って、はい、どうも。おとなしい会釈を返したけれど、なお腰を上げようとはしなかった。そして幾千万年もこうして流れているのかと思われる黄河の水を開かずに眺めていた。どうしてこの川の水はこんなに黄色いのか。右側の水を仔細に見ると、それは水そのものが黄色いのではなく、砥石を粉に砕いたような黄色い砂の微粒が水に混じって一面に踊っているため、濁って見えるのであった。ああ、この土も。青年は大地の土をひとつかみ手にすくった。そして目をはるか西北の空へじっと放った。信濃大地を作ったのも、黄河の水を黄色くしたのも、皆この砂の微粒である。そしてこの砂は中央アジアの砂漠から吹いてきたものである。まだ人類の生活も始まらなかった何万年も前の大昔から普段に吹き送られて積もり積もった大地である。この広い高度と黄河の流れであった。私のご先祖もこの川を下って。彼は自分の体に今脈打っている血液がどこから来たか、その遠い根元までを想像していた。シナを開いた漢民族もその砂の来るアジアの山岳を越えてきた。そして黄河の流れに沿いつつ次第に増え、苗族という未開人を追って農業を開き、産業を起こし、ここに何千年の文化を植えてきたものだった。ご先祖様、見ていてくださいまし。いや、この劉備を鞭打ってください。劉備はきっと漢の民を起こします。漢民族の地と平和を守ります。天へ向かって誓うように劉備青年は空を拝していた。
するとすぐ後ろへ誰か突っ立って彼の頭から怒鳴った。うさんなやつだ。やい、汝は黄金族の仲間だろう。